はい、皆さんこんにちは、こうです。今回の企画は芸大生なら目隠ししても絵が上手く描けるのか、描けるのか。はい、で今回の企画の説明なんですが、目隠ししてもね、人はうまく絵が描けるのかっていうことを、検証していきたいと思います。でなぜねこの、企画を選んだかと言いますと、特にスポーツとかで上達の過程を追っていくときに、まず最初はね教えられたことを頭で考えながら反復してやっていくじゃないですか。で何だろうな、こう繰り返し練習していくうちに、もう無意識に体動かしたりっていうことを体に記憶させて上達していくっていうのがあると思うんですけど、実際それも絵もあるのではないかと、私思いまして、僕はねもう5、6年ずっと絵を描いてますので、今や目隠ししても無意識に絵がうまく描けるんじゃないかと思いまして、この企画ちょっとやっていきたいと思います。で、今回のルールなんですが、テーマは猫を描いていきたいと思います。この猫はね、よく僕のライブデッサンとかライブペイント時によくリクエストで猫って出るので、今回ねテーマ猫でやっていこうと思います。で、時間は5分間。でまず最初1回目はですね、5分間目隠しなしの状態で1回描いて、で2回目に目隠しありの状態で描いてみて、どんぐらいの違いがあるのかっていうことをちょっと検証していきたいと思います。おそらく俺はもう体にずっと覚えてるもんだから、多分もうそんなに差はないと思うけども、やっていってみましょうか。では、まずは目隠しなしでとりあえず1回描いてみましょう。行きましょう。よし、じゃあ行きます。よし、もう時間ないからね、俺は知ってる。5分は意外と時間がないということを知っている。よし、待ってくれ。鼻この辺、口この辺。いや、さすがにね、もうライブで猫何回も描いてるからね、割とね、描けるようになってきてるよね。3、2、1。はい、ここか。はい、では1回描き終わりました。まずは目隠しなし状態、バーン、こんな感じです。よく見えるかな。はい、こんな感じで、ちょっとねふっくらした猫にはなりましたけれども、意外と5分って時間ないね。割とねきつかった。描き慣れてるとはいえ割ときつかったんで、次は目隠しどうなんだろうね。よくわかんない、ようなるかわかんないけど、とりあえずね次目隠しやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。じゃあ目隠しこれでやります。ちょっとね目が見えなくなる前にちょページまでちゃんとしっかりめくっておきましょう。はい、ってな感じで、よし、じゃあこんな感じで、あ、もうだいぶ見えない。よし、じゃあこれで、お、紙ここ、鉛筆ここが、よし、じゃあ次目隠し状態でいってみましょう。じゃあ目あった時はねマジ時間なかったでも急いでいきます。まず夏の大三角形、よし、上ここだが、ここね、はい、ここで三角形描いて、ここからまず耳描いていきます。はい、耳、はい、手前の耳、はい、こっちの奥の耳描きます。そしたら次目描きます。割と今いい感じだよね。だと思う。で奥の目描いて、その延長上に、ここが延長上なんていうか、ここが鼻かな。で鼻描いて、で口になっていくと思います。そしたら影目をねこうやって塗っていきましょう。よし、だいぶ濡れたんで、ちょっとね目をね描写していきます。耳で目、この辺か、この辺が多分手前の目なんで、ここにね目やにがつくと思うんで、ここに目をつけていきつつ描いていきましょう。よし、だいぶ強み、やばい、めちゃくちゃ目がかゆかった今。目がかゆかった。よし、こんな感じでね描いていきましょう。目頭ここの辺かな。割とね俺の頭の中だとちょうど描写が進んでいってるかなっていうな、理想的な感じで、ここにねち
ちょっとね鼻の奥のあの何こめかみみたいなところ、まあ、ここにこうかけてもらえて、でここに奥の眼鏡をね、でここの目の奥をこうやって描いていく。この回り込みが大事、わかった、みんなみんな回り込みが大事だぞ。こんな感じで描いていきます。でこういう風にね、瞳はね意外と黒いんでこう描いちゃっていいと思います。で今俺はあの口でね言葉を発することによって、その紙に反射した情報を俺耳で得て、あの何て言うかよくわかんないわ。よし、まあ、こんな感じで今どこ描いてんだっけ、終わって、あこれ鼻だな、鼻描いてます、鼻描いてまーすって感じで、で目をこうやって奥描いてあげて、であの口をねしっかりここで描いてあげます。あの大事なのはこうやって喋って自分のね描いてることをこう情報化して描いてあげることだよね。あやべえ、もうマジで今どこ描いてる。よし、ここ口や、口や、口描きまーす。でじゃあそろそろ目がここら辺なので、ここら辺からね眉毛描いていきましょう。はい、眉毛ボーンで、もう一つ眉毛ボーンボーン、よし最後奥の眉毛ボーン。割とねあの髪の端っこの感じとかね、めちゃくちゃ今感覚として今やばいんで、とりあえずそんな感じで描いていきましょう。あーもう俺の中だとね、もう8割ぐらい猫は完成している。あちなみに言うと、なんだろうな、割と目隠しして描いてる状態の方が、目隠ししてない時よりもすごいね心の充足感はとてもありますね。いやーこれがねやっぱりね絵の魅力ってところだと思いますね。はい、もうね俺体が覚えてくから、もうねこうやってなぞるだけでもどこ描いてるのか分かんないよ。今目、手前の目描いてます。もう一回手前の目描いて、で今ね目をだんだん黒くしていくことにより、このね球体感みたいなものを強めていってます。はい、いやいいっすね、とてもいいところで、奥の目もしっかりこう手前を描いたらちゃんとね奥も描かなきゃいけないので、連動してるからね、ねパースがね。よし、こんな感じで鼻描いて、でちょっとね影もう少し強めましょう。ここの頬骨のこう大事だな。猫はねやっぱねこの頬のところがやっぱ骨格をつかむってことでとても大事になってきますんで、ここしっかり描いてあげることによりより構造感がね強まるんで、で今一応ね影描いてます。はい、影やっぱりね描き切った方がいい、もっと描いた方がいい、もっと黒くしてもっとね強く描いた方がいいんで、絶対にね黒くしてあげてください。でここでねちゃんと光がパキッとこうパキッとこう見えるようにねしましょう。そして最後鼻しっかり描いて、ちゃんとちょっとテカリ感もねしっかり抑えていきましょう。やっぱ鼻やっぱね猫とか犬とかやっぱ鼻を湿らすことによってこの嗅覚をね強めていくというだったかな、まあ、そのあんでしっかりそこはね質感を求めていきましょう。だいぶテカテカしてきたかな。そして俺もねちょっとね鼻水が出てきてしまった、なんかね棚に眠ってたねめちゃくちゃ古いタオル使ったもんだから今ちょっとアレルギーが今出てしまいました。ちょっとめっちゃ今くしゃみしたくてたまんない。よし、ではあの口もねしっかり描いて、そろそろじゃない、そろそろ時間なんじゃないか。よし、割といい感じだ、割といい感じじゃないでしょうか。あーもうねあの、はい、あの今これ回り込み、あのみんなねデッサン描くときに結構中心をねよく描いちゃうんだけど、回り込みしっかり描きましょう。回り込みを優しくね立てて描くことによって、これがねまたねより一層形が強まります。はい、回りがねやっぱね強まる、これ大事、すごい大事。今ねすごいいいこと言ったから、みんなしっかりと ノートにしっかりメモってね、これ中間テスト出るから。よし、目を描いて、割といい感じだろう、もうだいぶ描き込んでるね今ね。俺の中だと3周してる、描き込み3周してるんで、やっぱねいいね、いいっす。よし、まあこんな感じだろう、もう5分を待たずに終わった。よし、これが完璧。よし、ここで目の位置ここだな。よし、オッケー、じゃあ最後かっこよくあのサインを書いて終わりたいと思います。オッケー、完璧です。じゃじゃーん、じゃあこれが僕がね描いた猫になります。きっとね俺の想像の中だと完璧に回り込みとかも制覇してると思うんで、よし、じゃあちょっとね俺のちょっと目とご対面してみたいと思います。よいしょ、あーかわいかった。さあどんな感じ。おお俺ね結構崩壊してると思ってたの、割となんかっぽくない、割とね、あの俺の想像的にはあのあれだな、なんかちょっとずれてる感じがあるかな。あーなるほどな、あでも意外とさ、え俺なんか意外といけてんじゃねとか思っちゃったけど、あのねなんだかんだ一番うまくいってんのはサインだね。サインが一番うまくいってたかな、まあごちゃごちゃか言うてしまえば
そうだね、なんかね、俺が思い描いてたなんか感情をこう辿ることができるというか、まあ、ある意味深い作品になってるのかなというふうに僕たちの中では思っております。はい、一応ね、これ書く前がどれかな、こちらだね。はい、これとこれどうだったかな。まあね、あの体が覚えてました。なんか内なるものが出た気がします。僕の心の猫に対する思いみたいな内なるものがやっぱね、目を隠すことによって表面化していく。これはまさにアートでございます。はい、ではいかがだったでしょうか。目隠しすることによって自分の内なる心が現れて、猫に対する気持ちが表面化して絵に出るというね、結論に至りました。よかったらね、チャンネル登録高評価等よろしくお願いします。あのいいねが多ければもう一回ね、この企画もどんどんやっていきたいと思いますので、猫じゃないパターンもね、いろいろあの僕の中で頭の中に考えておりますので、では、最後までご視聴ありがとうございました。